はい、中本博秋です。これから、日本書道教育学科富士一般版4月号のですね、漢字半紙有段者の課題の、解説をしていきたいと思います。冒頭の大東三蔵小教序の、部分を、臨書となってますね。ここに、李女先生がお書きになった参考点がありますけれども、臨書というのは基本的にはですね、形輪、形をしっかり真似るのも一つの大事な要素ですので、この本物の方で臨書していきたいと思います。それでは解説していきます。まず大っていうですね、大っていうのはこう今回の角度で入ってギューっていってこの辺でも少し強くなってギューッな感じですね。で気質が強くて、しばらくうわーってかねえからね、このままですね。で、この横線のこの辺りから入ってグッと入って、もう一回しっかりついて筆をこう起こしてこんな感じですね。ここにゆったりした曲がりますね。そしてこの気質だとか収筆のとこをしっかり書くような書風になってますね。もう一回やってますね。はい、大っていきます。けんかですね、大。はい、次いきましょう。はい、最初に扇師の習字小教序をご案内し、そして、後の方に、貯水量の岩頭小教序を紹介していきます。今後もこのようにして紹介しますので参照ください。気質数だんだん細くなってか、この感じですね。でこの辺からあっててこの感じこんな感じですね。結構この起筆の部分だとかですね、この収筆の部分がこう少し強くなって置いていくような書き方ですね。これが頭って字です。はい、扇師の頭です。はい、こちらは貯水量です。次、三って字ですね。だんだん強くなって、キュッと。キュッ。こんな感じですね。まあ。はい。習字小教序の三ですね。そしてこちらが岩頭小教序、貯水量の三です。はい、次クラッていきますね。こうやってこんな感じですね。そうですね。はい、次セイですね。
頭部を大きく書いて、脚をこうちっちゃく締めて書いてますね。これが正っていう字ですね。はい、次いきます。今日という字はですね、この少しこう傾いてこう動的動きのある字にしてますね。横括弧を書きますね。縦括弧は少しこう傾いてますね。はい、こちらは大義士ですね。そしてこちらは貯水路の岩頭小教場です。はい、こちらの北総拓本岩頭小教場はですね、昭和46年飯島書店で私が大学3年生の時に、1300円で購入した本です。翌年学卒で就職した時の初任給が、3万1000円だったことを覚えております。